もっと面白い動画を見るためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。遊んで楽しいポップイット、これでジュエリーも作れるよ。 3D ペンで穴を埋めよう、こんな風に。そしたらピアスの土台をつける。 3D ペンで埋め込んで固まるのを待とう。固まったら取り出して眺めて楽しんだりつけて楽しもう。とっても綺麗でしょ。あれ、昨夜何があった？どうやらパーティーしすぎたみたい。私この度結婚します。わお、よかったじゃない。乾杯。ふう、ああ、もう二度とやらないんだから一回さっぱりしよう。うわあ、ぐちゃぐちゃ。たく、お掃除もしなきゃ。ああ、うわあ、メイクもすごいことに。待てよ、思い出しかけてる。確かあそこはクラブで、ふう、ミアが主役、パーティーするぜ。オーイエー、乗ってこう。次に歌うのは、あ、おっと失礼、行きましょう。ああ、人形を連れ出したのか。しかもうちのトイレにある。っていうかトイレどうなった？ああ、めっちゃヤバそう。これ以上悪いことは見たくない。待って、今夜最高。これ毎週末やろうよ。いや、毎週末とかありえんわ。体中が痛い。あ、どっから出てきたこれ。これやってみよう。ポップイット当てるぞ。やれやれ、ふう、やったぞ。もらえたんならいいか。で、あれ、指輪が、ふう、やばすぎる。どこにいるって？そうじゃん、今日結婚式じゃん。指輪がない。今すぐ何とかしなくっちゃ。作業開始。まずはマフィンのトレイを用意。そこにエポキシレジンを流す。そこに赤い絵の具を数滴。じゃあこれを混ぜよ。筆を使って渦巻き。固まる前に指輪を突っ込む。よし、できた。やった、間に合ったぞ。結婚しましょう。うん、チョコレート大好き。もう来ないのかと。大丈夫、指輪はあるからね。ぴったりはまる。あん、超ロマンチック、結婚だ。じゃあ誓いのキスを。今日も京都で仕事、銀行員も楽じゃない。あ、どうも。あ、はい、あのさ、話があったんだけど。あ、どちら様で？嘘でしょ、私だって。うん、そこまでしないとわからん。なんだ、ミアじゃん、会いに来てくれたんだ。やっとか、いつもこれなんだから。引き出したいんだけど、あの、足乗っけないでくれる？いいからお金取ってきてよ、今すぐ。早く戻ってね。秘密の金庫はどこだったっけ？あ、そうだ。話すと緊張するな。まあでもお得意さんだし。あ、着いた。どの鍵だったっけ？多すぎるんだよな。これから。あの、起こして悪いんだけど。なんだ人間。お金が必要で、いい？たく、これ受け取ったら我が領域から立ち去れ。ありがとう、じゃあおやすみなさい。ほんと怖いんだから。もういつまで待たせんの？ただいま。はい、どうぞ。なんかの冗談？あ、そっか、待っててね。持ってくるもの間違えた。怖いんだから、もう今度は間違えないぞ。ふぅ、オッケー、私ならできる。そっとそっとゲット。早く転職しよう、命いくつあっても足りない。こちらがテープです。テープ？テープじゃなかったんで。あ、いや、知ってましたとも。今度は正解できるかな。スーツケース、これを探してたわけ？ああ、動いた。何が入ってる？ついに自由だ。あー、そりゃ良かったです。急いでついてきてください。こっちです、はい、どうぞ。ここ何を預ける銀行なわけ？なんだ、友達増えると思ったのに。ほら、金庫に戻って。大丈夫、なんとかするから。正しい鍵を探すだけ。どこかにあるはず、少々お待ち。私がいないと本当にダメね、これだってば。あー、知ってた、渡して。ダメ、なんで。先にやることがあるの。ホッチキス、これだね。これが必要なの。あなたの仕事を楽にしてあげる。
針でパターンを作って一緒にくっつける。真ん中にスパンコール、これを鍵に取り付ける。これでよし、もうなくせないね。ほら持ってって。わあすごいな。じゃあ取ってくるで。じゃーん。ほら簡単でしょ。これでイメチェンができる。こっちは金庫に入れといて。そうだね、鍵があるし。はあ怖かった。てか靴洗ってからにしてよね。みんながいない、静かだな。あ、おはよう。おいおい、挨拶なんて返せないぞ。でさ、私が見えないだけだよね。あ、なにこれ。わあ、パーティーがあるの。しかも今日だ。めっちゃクールじゃん。でも行かない方がいいかな、ぼっちになるし。なんでいつも悪いことばっかり。なんかオタクが騒いでる。ほんとキモい。なあドッキリしてやろうぜ。人気者にはなれないな。なあマンディ、俺とパーティー行かないか。あなたと。ほんとデートみたいな。嘘でしょ。おいおい気絶したぞ、ベタだな。え、冗談だったの。撮影してりゃよかった、お前を誘うわけねえだろうが。笑わないでよ。おいもう行こうぜ。なんであんなに意地悪なの。私が何をしたっていうの。あいつら最悪。友達を作りたかっただけなのに。あ、ちょっと待って、この涙でひらめいた。パーティーにうってつけるアイディア、これきっと最高だぞ。エポキシレジンを用意、そこに顔料を入れる。鮮やかな青にしよう。これを混ぜていくよ。しっかり混ぜようね。これくらいに。次にこれを型に流す。涙の型にしようね。これを上までたっぷり注いだら、固まるのを待とう。ここにチェーンをつないで。わあ、とってもいい感じ。オリジナル涙ネックレス、パーフェクト。あとは服を探すだけ。わあ、とっても素敵。じゃあパーティーに行こう。生まれて初めてのパーティー、想像通りだ。パーティー、あー、うわ、見ろよ、マンディだ。どうしよう、こっち見られてる。どうしようかな。来てくれて嬉しいぜ。あ、そうなの。そのさっきのことだけど、ただのドッキリでさ、ダンスするかい。あ、やめとくわ。おい、謝っただろ。パーティー絶好調だぜ、オーイエー。よかった、間に合った。遅刻したかと。おはよう。このブレスレットクールだろ。やあマンディ、この色が目とマッチしてるさ。何してるんだろう。ブレスレットもいいね。ブレスレットも来るな。痛い。ブレスレットもはブレスレットがいるの。あ、そうか。じゃあもう行くわ。自分たちばっかり。まあいいや、できることなんてそうないし。靴紐を結ばないと転んじゃうな。待って、いいこと思いついた。私もブレスレットもになれるかも。靴紐で輪っかを作って、それを結ぶ。こんな風、端っこを輪っかに通したら編み込んでいこう。髪の毛と同じ要領。いい感じだね。端っこを結んだらこれで簡単。じゃあつけてみよう。もっと面白い動画を見るためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。ジョーちゃん、どうして欲しいんだ。タトゥーが気に入らなくて。じゃあ直してやろう。本気？手を出して。ほら簡単だ、すぐ取れたろ。わあ、すっきり消えた。どうもありがとう。おい、料金払えよ。シャボン玉楽しいな。おお、たくさんできた。ねえ、いいこと思いついた。キャンディーがたくさん必要ね。あとはドライヤーの熱風、それキャンディーを溶かすわよ。わあすごい、溶けてく。3色の水たまりね。
よし、お次のステップ。ストローの先端を突き刺して、こうするの。シャボン玉みたいに吹く。うわあ。わあ、もっと作ろう。キャンディーがふわーって。ねえ、俺にもやらせて。ありがとう。これ一日中やってられるな。いや、元気？おう、チョコ持ってんじゃん。交換する？うわ、スケートルズが落ちた。散らばっちゃったよ。あれ？容器の中にすっぽり入った。同じこと考えてる？よしやろう。一つ一つの穴にスケートルズを入れて、上からは溶けたチョコレート。これで列が完成。上から下まで、隅から隅まで。これをちょいと冷凍庫に入れて、固まったら取り出す。どうだい、キャンディーチョコレートだ。ほら、これあげる。ありがとう。うん、これめっちゃ美味しい。超天才。よし、美味しいもののお時間だ。ほら、コーラあげるよ。わあ、ありがとう。これ素敵。持ってきてくれるなんてありがとう。うわ、本気で言ってんの？もうこれでどうやって飲めっていうのよ。もう眺めるしかないのかしら。待って、あれが使えるんじゃない？ハサミ。ちぇ、ダメだわ。また眺めるしかない。そうだ、次のアイディア、高枝バサミ。ああ、そうね、絶対そうなるからやめとこ。もう飲めないってことなのかしら。なあ、どうしたんだ？ああ、そういうことか。貸してみな。金属製のストローがで一発だよ。ここ、こすってこすって。え？そんなんで何が起こるっていうの？ほら、どうだ、開いただろ。すごい、ありがとう。乾杯。もっと面白い動画を見るためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。世界が大好き。次はこのピンク色を使おうっと。綺麗だな。ん？メールが来た。どれどれ。レインボーパーティー？本当？やった。よし、何着ようかな。これはいらない。今日の服装は最悪。カラフルな服が全然ない。どうすればいいんだ。レインボー、レインボー。あ、絵の具、これ使えるかも。何かできるはず。よし、レインボーに変身する時間。絵の具と絵の具のブラシを使うのよ。一度に2色使っちゃおう。目の上にのせて、下まぶたは別の色。最高レインボーパーティー。でももっと色が必要。次のパートはもっと大きな筆を使おう。ブラシに絵の具をつけて唇を塗る。次は緑色のマスカラ。楽しい。しっかりまつげにつけてね。あ、そうだ、眉毛もオレンジにしよう。しっかり形を作っていい感じ。あと少し。完成！最後の仕上げ！この青いそばかすかわいい！いつもあったらいいのに。レインボーメイクの完成！ん？何だろう？わあ、すごい！本物のレインボーパーティーだ！メイクかわいい！自分でやったの？似合うね！レインボーパーティーにぴったり！お湯が沸いた。これでスープが飲める。はあ、ずっと飲みたかったんだ。うん、美味しいし落ち着くな。テレビ何かやってるかな。違うチャンネルにしてみよう。やっほー、今日は引っ越ししたばかりの新しい家を紹介するよ。みんなついてきて。ここがパーティールーム。24時間 DJ がいるの。 DJ か、楽しそうだな。テレビがおかしくなっちゃった。もう
ここはオフィス。新しいパソコンとゲームのホイールがあるの、最高でしょ。忙しい一日が終わったらバスタイム。わー、お、熱い。お金をばらまいたら寝る準備 OK よ。はあ、もう見るのやめよう。僕の生活と全然違うからな。スープをこぼしちゃったからシャワー浴びなきゃ。泡立つバスボムがあったらいいのに。スポンジでゴシゴシ。うわ、落としちゃったよ。石鹸どこだ。あった。はあ、あのカラフルなバスボム羨ましいな。そうだ、いいこと考えた。空のボウルにベーキングソーダを入れるんだ。たっぷりね。これで準備 OK。 クエン酸を足したらココナッツオイルも。あとは泡立て器でしっかり混ぜるだけ。粉っぽくなってきた。よし、小さいボウルも用意したら着色料を使う。カラフルにしたいからね。難しいけど混ぜ続けて。シリコントレイの出番だ。大きいボールは違う型を使ってみよう。スプーンで粉をすくって型の中に入れたら、色を足して白い粉で上から覆うんだ。よし、軽く叩いたら殺菌スプレーをかけて固定させて。いい感じ。型から出してみよう。雲のバスボムの出来上がりだ。自作のバスボム、自作だから余計いいんだよな。入れてみよう。うわぁ、泡が出てきたぞ。そしてレインボーの登場だ。綺麗だな。スープをこぼしてよかったよ。最高な一日だ。このスマホケースは悪くないけど、もっと良くする方法がある。グルガンを使ってね。ハートを描いて塗りつぶす。固まる前にラメをかける。色を変えてやっていこう。素敵だね。いいじゃん。もしもし、元気？わあ、ギャビー、素敵なスマホケースだ。どこで買ったの？おしゃれだ。え？ああ、これのこと？簡単、これのおかげ。なんだって？嘘だろ？才能あるな。俺にも作って。ああ、もうまさか、ぐっすり寝た。着替えなくっちゃ。歯を磨いて。シリアル大好き。今何時？遅刻は嫌だ。準備をしなきゃ。これでしょ？あとこれ。持ってくものがいっぱいだ。忘れ物は嫌だよ。全部入るかな。グルーガンも忘れずに。何かが足りない。ああ、これだ。もっと持っていかないとね。退屈するから。おお、これいいじゃん。これで全部だよね。もう空っぽだ。他には何も。よし、じゃあ行こうか。重いな。ちょっと、そんな暇ないんだけど。よし、一気に。カバンが穴なんて開いてたっけ。これで台無しだ。どうしろっていうの。ああ、ダンボール箱だ。これが使える。全部突っ込んじゃえ。サイズもぴったり。ちょっと入れるだけ。カバンなんていらない。じゃあ気を取り直して。重いな、動かない。ああ、またやった。どうしていつもこうなるの。イライラしてきたな。どうすれば。ああ、グルーガンか。これさえあれば。箱にグルーをこうやって出して、ゆっくりまっすぐ線を引くよ。隙間も埋めよう。こっちに四角を増やして箱を上に登ってこう。作業って気持ちいいな。よし、格子が引けた。そしたら側面も上の線に合わせるよ。ゆっくり丁寧に。そしたら取っ手を2つ取り付ける。そしたら箱をどかそう。新しいバッグができた。これなら全部が入るね。これもグルーガンのおかげ。赤ちゃんの調子はどう、ママ。快適かな。
ええ、そうに違いないわ、ギャビー。おっと、電話に出るわね。もしもし、あら、お元気？すぐ戻ってきてね。うん、クッションでひらめいたぞ。はい、またね。まあ、ギャビー、どうしたの？あ、まあまあ、私も赤ちゃんできた。なんと可愛らしい。ギャビーはいいお姉ちゃんになるわね。って、あら、どうしたの？赤ちゃんの音聞いてる。蹴ったかも。そりゃお昼に食べたソーセージだ。ママ、なんとかしてくれ。動けない。ギャビーが楽しそうだし、そのままほっとくわ。お、いいこと思いついた。はい、パパ、これどうぞ。ああ、ありがとう、ギャビー。優しいな。じゃあ、メイクもしよっか。ネイルからやるよ。そうか。わかった。早く助けてくれ。まったく、わかったわ。私がいないとダメね。どれどれ、何が使えるかしら。ギャビーのお気に入りの人形。そうだ、こうすればいいわ。お人形を妊娠させましょう。お人形をもう一つ、これをお腹に置いて、上からプラスチックのラップ紙、そしたらモデリングクレイを乗せるわ。次にグルーガン、グルーを上からかけて円を描いてく。クレイをコーティングするわ。そしたら一旦外す。余分のラップを切り取ったら、クレイを丸く成形する。こう。そしたら楽しくアーティスティックにグルーの上を塗るわ。できるだけ明るくね。わあ、とっても綺麗。ドールの上に戻したら、ほらギャビー、これなんだ。わあ、ドールが妊娠してる。大変、今すぐ生まれそう。急がなくちゃ。処置を開始。大丈夫だから安心してね。私はプロよ。深呼吸。そう、落ち着いて。呼吸で痛みを落ち着かせて大丈夫。はい、息んで汗を拭いてあげるね。どうかな。あれ、赤ちゃんが出てきた。あー、かわいい。あなたそっくりの。いや、父親そっくりかも。さすがは娘ね。最高の家族になるよ。まだかな。お花も用意したぞ。いい匂いだ。あー、わあ、それって私に？あ、違う、返してよ。あ、そうなの？会えてよかったよ。前のデートからすごい経ってるし。そうだね。あ、クリスだ。って、なんでルナといるの？ほっといてくれないかな。あ、ギャビーが来た。ルナ、もう行ってくれ。早く。ねえ、クリス、どういうことか説明して。あ、ギャビー、なんでルナがいるの？そういうんじゃないんだ。これを君に。素敵だけど、お邪魔虫は消えます。このゲーム最高。暇つぶしに持ってこいだ。ずっとやってられる。はい、クリス。うわあ、どっから来たんだ。一緒に遊びたくってさ。ゲームが好きなんだね。私もヒゲのおっさんがジャンプするやつ、今度一緒にやろうよ。っていうか、今すぐ。え、嘘でしょ。どういうつもり。どうかな。悪いけど、間失礼するね。ちょっといるんですけど。なんでいるのよ。俺じゃない、ルナがずっと追いかけてくるんだ。だろ。もういい、帰る。本当だ、俺が呼んだんじゃない。マジありえないんだけど。だから俺じゃないって。何にせよ止めないとね。やり方わかったかも。褒められた顔じゃないけどさ、こういうのが必要。あとはちょっと手を加えるよ。まず上にチェーンを置く。次にグルーガンで顔とチェーンをグルーで覆う。そうしたら切り抜くよ。そこまでするかね。よく見せて。わあ、いいじゃん。あー、いいね。気に入ると思った。まあ、ギャビーが満足ならつけとくか。あ、お腹減った。おやつが欲しいって。一緒に食べる。あ、ルナ。あ、なにそれ、ギャビー。テンション下がる。大成功じゃん。これに懲りたらもう来るな。
ねえ、私も見たい。お願いお願い。わあ、ありがとう。本当にブレスレット私に？わあ、信じらんない。今すぐつけるんだ。素敵、気に入った。宝物にする。やったな、ずっと宝物だ。行く先どこへでもつけていくぞ。このゲーム面白いね。ほら、対戦するよ。私が勝っちゃうよ。あー、もう今日は疲れた。一緒に楽しかったね。じゃあ、あったかくしてゆっくりお休み。うん、美味しいシリアル。どうかな、早く食べろよ。嫌いかな。まあいいけど、別のものを用意する。一緒に冷蔵庫見よう。ほら、行くよ。なんかいいものないかな。あれ、なんか変だな。いつも輪ゴムがかかってるのに。これで勝手に開けたりできないわ。ジャンクフード漁っちゃダメよ。はい、ママ、あなたのためなの。どこに消えたんだろう。でも、ってことは好きなものが食べられる。やったぞ。何があるかな。果物と野菜。あ、他になんかないの。うわー、まずそう。美味しいのは、あそこにあった、チョコスプレッド、大好物。大好き。届かない。あ、そうだ、もっと早く気づけばよかった。よし、私のだ。頑張った甲斐があった。あ、私のブレスレットが。なんで、どうしてこうなるの。あんまりだ。キャビ、どうしたの。ママ、最悪だ。ブレスレットが切れた。床に散らばっちゃった。そういうこと。今拾うわ。これは直せるかしら。あー、ひどい仕打ちだ。待って、それはチョコスプレッド？貸しなさい。思いついたわ。いい考えが。この瓶を置いて、底部分にグルーを貼る。こうね、これでよし。そしたらビーズをグルーに乗せる。間に小さなビーズを挟みつつ、そしたらグルーガンをまた用意。上からビーズをコーティング。これで固定されるわね。そしたら瓶を一周させる。乾いたら取り外す。ギャビー、これを見てちょうだい。新しいブレスレットつけてみたい。似合ってるわ。わあ、すごいやん。名前もついてる。ありがとう、ママ。あなたのためだものね。ピーだ。ざまあ見ろ、冷蔵庫。次は気をつける。どういうことかしら。私でも作ろうかしらね。うん、お揃いにしよう。このヘアピン、もう少し可愛くしちゃおう。 3D ペンを使ってヘアピンの上に渦巻きを作るのよ。高く高く。いい感じ。これで十分。あとは髪の毛につけるだけ。ウェンディ、どう？最高！やったね！準備はできた？待って、私押してもいい？お願い！ね、いいでしょ？はいはい、いくよ。何か起こるはずだよね。変なの。もう一回。ちょっと、壊れちゃったのかな。もう帰る？お、ヘッドホンだ。ありがとう。この曲大好き。なんなの、動いてよ。意味ない。え、それどこで手に入れたの。ジャスミン、おーい。失礼しちゃう。これでどうかな。ジャスミン、ラララララ。嘘でしょ。そうだ、これでどう。
覚悟はいい。あれ、変なの、壊れてるのかな。うわラン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 。え、何が起こったの。もう一生使わない。あ、そうだ、ドゥドゥドゥトラッタラッタッタッタ。借りるだけだから。ねえ、助けて。まったく。これは渡しなさい。これで全部。怒らないで。最高。ううジャスミン、もうどうしよう。そうだ、パラッパッパッパー。ううもっと早く気づけばよかった。まずは円を描くの。穴を作ったら塗りつぶす。はみ出さないように気をつけて。あと少し。これで OK。 今度は縦に線を引くの。空白を開けないようにね。この作業なんか落ち着く。ストレスが溶けていく感じ。次はここに線を描く。フレームを作るようにね。反対側も。中も塗りつぶしたら置いておくだけ。次はたくさんの線を描く。長いプラスチックの線を作るの。あと少し。完璧。柔らかいうちに曲げて、さっき作った丸いのをつけたら、この中にイヤホンを入れて、ヘッドホンの出来上がり。この曲最高。ジャスミン見て。ん？わあ、ウェンディすごいね。でしょ、特別なの。踊ろう。待って、ダメ。指相撲で勝者を決めよう。気をつけて、私プロだから。上手だね。ああ、諦めてよ。あ、今のうち。え、ずるい。おお、見て、何が起こってるの。ここはどこ、一体何。わからない。でもなんか暑いね、ほんと。あ、ちょっと待って、これってサソリ。気持ち悪い。キャスミン、何してんの。あれ、あ、消えた。大丈夫、水が欲しい。あ、そう、ほんと暑い。汗をためるしかないかな。本気で、だって水だもん。あ、欲しい、ありがとう。喉がカラッカラ。あれは変なの、見たことない、映画の中に出てきそうなもの。うわ、この方が全然いい。美味しそうなスイカ、ナイスタイミング。いい匂い。え、嘘でしょ、最悪。これでどう、もうダメだ。あ、いいこと考えた。月の形を作ったら縦線で埋めるの。線と線の間は開けてね。月の下に薄い緑色を追加したら下の方まで描く。これで OK。 今度は赤、同じように追加して徐々に埋めていくの。スイカに見えるでしょ。ね、あとは種。簡単簡単。黒い点を作るだけだからね。たっぷり乗せたら、ここに穴を開けて、同じものをたくさん作る。重ねてね。穴の中にプラスチックの結束器を通して閉めたら、うちわの出来上がり。夏にぴったりね。うわー、これで涼しくなる。風が冷たい。え、ジャスミン。ごめんね。引っかかった。
これ石の後ろで見つけたの。どうしてそんなことするのよ、全然面白くない。でもうちわがあるだけよかった。いい？いけ。あー惜しい。やった、私の勝ち。ボタンを押すね。おーかわいい、花も綺麗、しかもいい匂い、最高。やあウェンディ、うわ素敵な指輪。ジャスミン、はじめまして。何してるの。ロマンチック。冗談でしょ、それ私のよ。ダメ、私のよ、話して。絶対に嫌。まあいいや。やめてよ、壊れたじゃん、タイヤがない。なんでこんなことに。泣かないで、人生で一番幸せな日になるはずだったのに。お願いだから泣かないで。やっぱりやめてってば。私っていつもこうなの、ずるい。こうなったら自分で作るわ。うん、そうだ、これ直せるかも。指輪に糊をつけたら少し置いておくの。次にグリッターの中に入れてキラキラさせる。わお、ウェンディー、はい、あげる。指輪私に。もちろん。あった、嬉しい、それに綺麗。これあげる。わあありがとう。どう思う、素敵、気に入ったわ。両方とも素敵な指輪ね。ナイス。この授業つまんない。いやちょっと待って、あるところにお姫様が暮らしていました。あれ面白そうね、楽しいことしよう。いいよ、ポップイット。おお、ポップイットガムだ。それじゃあ行くわよ。くちゃくちゃくちゃ。よし、風船作るぞ。こんなに大きいの初めてだ。きっと世界記録になる。うわあ。いいね、ポップイット。どんな授業より面白い。二人は幸せに暮らしましたとさ、めでたしめでたし。全然気づいてないじゃん。ついにプロムの日、緊張するな。よし、衣装の最後の仕上げっと。器いっぱいの果物みたい、ダメね。これはおばあちゃん家のカーテンっぽい。もうダメだ、似合うイヤリングが見つからない。どうすればいいの。フラッフィー、ポップイットに何したの、壊れてる。待って、これ使えるかも。ポップイットを切って、そこにワイヤーを刺すの。もう一つ同じものを作って、はい、ポップイットイヤリング。綺麗じゃない、プロムクイーンになれそうよ。ああ、フラッフィーをダンスの相手に選べたらな。でもその息なんとかしないとね、くさい。じゃ行ってきます。いいや、ドーナツ6つだ、ピンクと青のアイシング。ビートのジョニーに面会に来ました。持ち込み禁止のものはバッグだけなので。持ってきて、調べます。綺麗な色のバッグだね。じゃあ中身を確認。ポップイットだ、信じられん。サインを見たか。ポップイット禁止、今回は特別ってことには。帰りなさい。どうしようかな。あ、髪止め、いい考えが浮かんだ。髪止めに接着剤をつけ、その上にポップイットを貼れば気づかれない。あの、戻りました。電気がうまくつかん。
また君か。ポップイットはないな。ないです。誓って。なら行きなさい。左の突き当たりだ。それはどうも。しなんだ。おいで、持ってきたから。何をだ、脱獄用のスコップ、それとも鍵、もっといいもの。見て、髪留めが。ねえ、でも普通のじゃない。何ができる。ポップイット。おう、おう、こりゃいい、暇つぶしになる。他の囚人が羨ましがる。ありがとう。いいの。あ、待って、これもあげる。もう一つ、すごいな。じゃ、行くわね、さよなら。ポップイット2つ、俺専用。やった。起きてないと。うん、やっと休み時間。気分転換のガム。はは、この動画面白いぞ、見た。うん、その人面白いよね。はっ、いっけない。うわ、噛んだガムとか勘弁してくれ。すぐに取るから。でもどうやって取るのこれ。無理。ポップイット、これなら。でもまずやるべきことは、ハート型にノートを切り抜く。それを開いたら、表紙の内側にホットグルー、縁にしっかりと。よし、そしたら可愛い紙を上から貼って、表紙を閉じる。お次は最後のステップね。ハートにグルーをたっぷりつけて、ポップイットを上にペタ。ほらマット、あなたのノートをもっと楽しくしたよ。押していいんだな。これ楽しいな、ありがとう。ようやくおやつの時間。でも食べるものがないな。ここは？ああ、空っぽだ。やった、お目当てミッケー。全部俺のもの。って全部包み紙。チェあら、散らかして。もう物があっちこっちにあるわ。片付けアレルギーか何か。あら、キャンディー切れね。それじゃ秘密を教えてあげる。いいわね。ポップイットを置いて穴に砂糖を詰めるの。そこに着色料。なかなか綺麗よね。どんどん色をつけて、お次の色、列ごとに色を変えてもいいわよ。あと少しでおしまい。そしたらこれを熱して冷やす。これで全部固まったわ。自家製キャンディーよね。まった、これ取り出すのが一番楽しいの。お一つどうぞ。ありがとう、甘いや。じゃあお掃除ね。お安いご用だよ、キャンディーのお礼。よし、もっと早くよ、行け。失礼、それはスマホですか。授業中はダメですよ。ちぇ、でも見てないし、いっか。ほら。はい、スマホダメね。せっかく買ってたのに、ゲームほど楽しくないしな、これ。お勉強しなさいってこと。待った、そうだ、チョキチョキ、そうね。あれ、こんなのあった。あと少し、じゃーん、これならバレないわ。まさかの3度目。いえ、そのポップイットです。気にしてないでしょ。それはどうかな、一度やってみたかったんだ。確かに心地いい、いいでしょう。よっしゃ、次は勝つぞ。うん、
手に持ってるのは何？いえ、なんでもないです。ポップイット？ダメよ、見てよこしなさい。あんまりだわ。授業後に返しますから。ほら先生。おはよう。あなたはあんなの持ってないわよね。ノートしかないです。なんか変なノート。開いて。あ、ほら、どうぞ。公式書いてあるだけ。素晴らしい。公式は楽しいものだって忘れないで。はい、どうも。よし。何喜んでるの？数学よ。これがあるからさ。見て。ノート？もっとよく開いてごらん。ポップイット！いいだろう？ね。すごいね。私も欲しい。でもどうやったの？誰にも教えるなよ。まずカードを用意。その上にポップイットを置いて型を取る。それを切って、普通の紙でも同じことをするんだ。紙をカードに乗せて上にポップイット、その上にさらに重ねて、最後に全部止めたら楽しいノートの出来上がり。絶対気づかれない。ほら使って。いいの？ありがとう。授業より楽しい。ずっと楽しい。あとちょっと。ハイスコアだぞ。おい、もうちょっとだぞ。なあ、くっそ、やられた。あなた、なんて態度なの、それは。もうやめなさい。わかった。ごめん、ママ。このポップイットなら心が落ち着く。気持ちいいな。よし、ゲームに戻ろう。いけるぞ、僕にはわかる。あれ、うっそ、また。あなたは何度言えばわかるの。あ、いけない。何があったの。そうだ、ポップイットか。これも預かるわ。うまくいきそう。ポップイットを細かく切り、キーボードのキーを外します。上からポップイットを敷き詰めれば、あれ、これは何？試してごらん。もう壊れないキーボードよ。ほら。そうなの？わ、これすごい。ママ、ありがとう。ハイスコア狙うぞ。これで私も読書に戻れる。いい匂い。もうできたわね。半熟卵一丁上がり。ポップイット大好き。ほら、お食べなさい。今食べるよ。時間かけて作ったのよ。今すぐ食べなさい。ポッシュ。ポップイットが卵食べなさい。もういいや。卵よりいいものあるし。またなの？このポップチューブ楽しいな。よこしなさい。他も。はーい。どこからこんなに出てくるの？じゃ、食べなさいよ。食べなさいよ。この卵、まるでポップイットだ。紙を用意して目玉焼きの形を2つ作ります。そしたら黄色いプレイドを使いましょう。ピンポン玉の上で黄身の形に成形して、こんな風に。これを卵の紙に乗せます。端っこに接着剤を塗ったら、2枚目の紙を貼り付けます。本物っぽい目玉焼きの完成。よし、見てない。すり替えるぞ。ははー、まるでポップイットだ。
飯おいしい？うん、卵おいしい。あら嬉しいわ、全部お食べなさい。楽しい朝食でね。というわけです。ほんでは問題、磁石を水に向かって使うと、水と磁石だろ、何にも起こらないんじゃ。答えわかる？そうだな、やってみればわかるさ。それ渦巻きを起これ。起こると思うなら起こしてみて。本当に起こるの？起こる、起こるって。そうだ、この方法を試そう。どうだ、何にも起こってなさそうよ。ダメか。ちょっと待って、ひらめいちゃったかも。ねえ、そっちの磁石も出して。わかった、これで反応を見てみましょう。何か起こり始めたぞ。磁石が空気を下に引き寄せてる。すげえや、これ信じられない、変化が起こった。磁石で水を動かせるなんて知らなかったわ。これこそでっかい渦巻きってやつじゃない？すごいや。ねえ、これは楽勝だったんじゃない？だね。皆さん、水についてはお詳しいです。ほんでは脳みそこってり絞ってもらいましょう。これらのものを合わせるとどうなるです？俺たちで何をしろって？自分で考えろってことなんじゃない？しかし大きい瓶だわね。こりゃ難問だ。これきっとこうするのよ。違ったかも。手が気持ちいい。誰かいますか？こんならわかります？いや全然。待てよ、瓶一本貸して。いいわよ。まずこの玉を中に入れるんだ。わお、虹の雨が降ってるみたい。どういうこと？よし、そしたらボトルに水を入れよう。いいわよ。気をつけて、こぼさないように。おや、何かが起こり始めたわ。できた。そうだ、カード。カードで蓋をして、逆さまにする。あなた、それやるの上手ね。うわぁ。で、どうするって？そしたら魔法の始まりだ。うまくいきますように。やった、想像通りだ。どう？わあ、玉が踊ってるみたい。信じられないわ、すごいじゃない。なあ、うわあ、